ロックマン2実況、エアマンですからね、次はね。これエアマンが倒せないで有名なエアマン。スマブラだと空中上攻撃はエアマンのエアシュートですね。なんだこの眉毛メカは。よいしょよいしょ、はい。くそ危ね、くそ危ない今の。一気に行く、これ一気に行けるっぽいな。それそっか、せっかくメタルブレードを手に入れたのに。見てくれ、メタルブレードは8方向に打てる、最強。これねロックマン史上最強の武器だと思う。よいしょ、これ最強なわけですよね。武器の残量が気になるところだから。見えない、やったー、回復だー。あ、何この釣り、雲で見えないってことね。落ちた落ちた、覚えてんなーこれ。見て、メタルブレードがあるとこんなに楽、しかも回復めっさ落とす。この音楽もいちいちかっけんだけど。よいしょ、あら、やばい、ここはちょっとバスターの方がいいね。あ、そんなことなかった、同じか。よいしょ、よし、主力武器メタルブレードに変えるぜ。気もすぐ回復するぜ。あ、マジかマジかマジか。もう危ね。あの扇風機マンがね、空気で押し戻されるんですよ。扇風機マンだかわかんないけど。よし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 、普通の通常装備の方が勝てるんじゃないかな。これエアーマンが倒せないっていう曲あるけどね、比較的エアーマンは結構余裕で倒せる相手なんだよね。あ、やばいな、余裕で倒せるって言った矢先やばいな。ほらね、結構ゴリ押しで勝てるっていう。うん、エアーマン余裕で倒しました。この飛べる能力あるならさ、キピンってボスのとこまで行けばいいのにね。っていうのはね、そういうツッコミはやめときましょう。お、ドクターライトからのメッセージ、アイテム2号が完成した、直ちに装備したまえ。これちょっとよく意味がわからないんですけど、要はアイテム2号っていうのも手に入ったってことです。さあ、ヘアマンステージ攻略しました。